福岡市立勝馬小学校は、福岡県福岡市東区、大和勝馬麻瀬脇にある公立小学校。1876年、西福寺の一部を借り受けて、勝馬小学校が創設された。1935年、6年生の勝馬人上小学校が発足し、1940年に国民学校令により勝馬国民学校に改称した後、 1947年の学生改革により、滋賀島村立花中馬小学校に改称。その後、滋賀島村の調整志向、滋賀町の福岡市への編入を経て、現在に至る。少人数であることや海が近いことを活かした独自の教育を取り入れている。5.6年が複式学級になっているため、修学旅行は2年に1回の実施となる。また、 同じく市内の壁地校である曲がり淵小学校と合同で行う行事がある。2005年4月、福岡市の小規模校特別転入学制度の対象校となった。現在、カチウマ小学校は学校規模適正化の対象校になっているため、将来近隣の学校と統合する可能性がある。市賀島のおおむね北半分にあたる大和カチウマの全域を航空都 南側の大技、滋賀島と島中西部の大技、広市を航空とする滋賀島小学校とは、航空が隣接している。航空内は、給料部の農村で、旧暇村滋賀島、鹿の島資料館などの観光、レジャー施設もある。学校は、滋賀島の北端部の県道542号線より、海側に入った場所に立地し、西鉄バス勝馬口停留所が、最寄りバス停となる。 福岡市が実施する小規模校特別、転入学制度の対象となっており、校区外から通学する児童がいる。海小山っ子やマッスクール対象児童は、市街地から船とバスを乗り継いで通学している。最寄りバス停のバスが西戸崎駅から発着しているため、西戸崎地区や東間地区からはバスのみで通学することもできる。中学校については、福岡市立滋賀中学校の校区となる。 ありがとうございます。